このスズメ。間違いを犯したな。男爵はいるか？うっせえな。彼に話がある。門を開けてくれ。ダメだ。十字路での話はこっちまで届いてる。お前みたいな奴は入れられない。ここからは入れない。別の方法を探すとしよう。村で聞き込みをしてみるか。協力してくれる村人がいるかもしれん。驚いた。俺を見ても騒いだり逃げたりしない老人がいるとはな。いや、どうも。他の村人は俺を見ると逃げ出したが、あんたは違うのか？走るには年を取りすぎててな。だいたいお前に何ができるってんだ？殺すか？構わんぞ。どうせ追い先短い。それとも殴るか？殴りがいはないと思うぞ。ここは長いのか？そうだな、もう70回以上の冬をここで迎えてる。この辺りに詳しそうだな。まあな。聞いてくれ。要塞に入りたいんだ。正門をくぐらずに行けないか？行けるぞ。知ってる奴は少ないがな。あのことを尋ねるには順序ってもんがある。誠意を見せれば道を教えてやらんでもない。金が欲しいだけか？それとも手を貸す理由が別にあるのか？十字路での一件、あれのせいで中に入れてもらえないんだろ？あそこの主人は義理の兄弟でな。騙されはしない。他に入る方法があるなら自分で見つけてみせる。さて、どうなるか楽しみだ。長生きしそうだから聞きたいんだ。道は近い。
これぞビジマ流の舞踏会。何度かアンナと一緒に行ったんだ。踊ってくるくる回った日々。あらあら。123123。もういい。手段は問わないが、毎週の配達は忘れるな。お茶を飲んでいかないのか。ああ、他に客人がいるようだしな。ああ、抑圧者たちの守り人よ。ようこそ。噂が広まるのは早いな。まったくだ。仲間がお前にやられたと分かったときは捕まえて吊るすつもりだった。最低でも鞭打ちだとな。だが思ったのだ、人殺しどもをたくさん手にかけた奴が仲間だったら役に立つだろうってな。役に立つだって？そうこなくてはな。お互い手を組めばうまくいく。分かるんだ。来てくれ。一つ言っておくが、行儀よく頼むぞ。お前の処遇はまだ決めかねてる。それについては話してから決めるとしよう。楽にしてくれ。さて、ウォッカはどこに置いたかな。ああ、あった。ブランデーグラスでいいか。いただこう。嫌いじゃないタイプだ。ではフォルテストは死んで、ナタリスは行方不明。困ったな。今はテメリアの誰に乾杯すりゃいいんだ。あんたとその仲間でどうだ。それで行こう。俺はフィリップ・ストレンガーだ。この辺りの連中には血まみれ男爵って呼ばれてる。リビアのゲラルトだ。ブラビケンの殺し屋と呼ばれてる。お前が何者かは知ってる。正直そうじゃなければ話したりしない。ベレンは気に入ったか。素敵な場所だ。どこを見ても沼や湿地だらけだ。そうだな。この辺りは迷子が多い。そうなると見つけ出すのは難しい。何が言いたいんだ。ここで愛する者がいなくなったやつも多い。妻や娘を失った者がな。どういう意味だ。脅しのつもりか。おやおや、思ったほど賢くないようだな。脅しではない。わかりやすく言おう。お前が誰を探してるか知ってる。少し前ここに女がやってきた。まるでずぶ濡れの猟犬みたいに疲れ果て、傷を負い臭かった。女が沼から来たことは後から知った。